魂の声に耳を傾けてくださいね。魂の声は今は理解できないかもしれないけれど、後々意味がわかる日がやってくることの方が多いもんでございます。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。かんちゃん住職の書籍、魂意味合い開運、そして香りのある日常ということで、茶器払いや先祖供養などにお使いいただける白檀のお線香、塩香、ただいまこちら絶賛発売中でございます。こちらお求めの方は概要欄をご確認くださいませね。皆様は何か決断なされるときに、本当はこっちの方がいいんだけどな、でも他のみんながそっちの方がいいって言っているし、今回みんなの意見に合わせておくかということで、自分の本心とは違うのに自分の正直な気持ちを曲げて何かを決断したってご経験ございますでしょうかね。それで結局、あ、やっぱりな、自分の心に正直に従って決めておけばよかったなって思った後悔、過去にそういったご経験ってね、ございませんでしょうかね。さあ、そんなね、自分の本心というのは俗に心の声なんて言い方をいたします。心の声というのは自分の中の直感とか第六感が働いている可能性もございますので、そうした心の声を無視しておりますと、実はとんでもない方向に人生の舵が切られてしまうなんてことがございます。周りの人の気持ちは空気を読みすぎて、なんとなく周りの印象を考えてね、本当に自分のやりたいことをせずに自分の方を進めてしまいますと、ついには魂からの警告が届くことになってしまいます。そこで方向転換ができればいいんですけれども、一度漕ぎ出した流れを止めることはこれは簡単なことじゃございません。そこでそのままずるずると魂からの警告すらも無視して突き進んでしまいますと、心が壊れてしまって自暴自棄になってしまうなどの可能性がございます。自分の人生が取り返しのつかないことになってしまう前に、天から届くサインに気づける自分でおられるようにね、そんなサインに気づいたら、そのサインをしっかり受け止めて、その時にできる対策をしっかり取っていきただきたいと思います。そうすればどこからでも大丈夫ですよ。軌道修正できてきます。ちゃんと自分自身を守ることができますからね。そこで今回は魂の声を無視した時に届けられる警告サインと、そのサインをまたさらに無視し続けたことで壊れてしまった心の状態についてお話しさせていただきたいと思っております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは今回もですね、こちら塩香1本炊きましてお話を始めさせていただきたいと思います。では行ってみましょう。心の声を聞くという言葉はよく耳にいたしますし、私たち口に出して言ったりもいたしますけれども、魂の声を聞くとかっていうのはこれなかなか言わないですよね。また心の声や魂の声とは別個にエゴの声を聞くという言い方もいたします。でもほぼ初耳くらいね、エゴの声なんて聞いたことはないんじゃないでしょうかね。まずはこの言葉の違いをそれぞれ簡単にね、ご説明させていただきたいと思います。最初に心の声とは一体何かと申しますと、これはもう文字通りね、自分自身の内なる気持ちや感情、あるいは自分の頭の中で考えて出てきた声でもございます。これを心の声と申します。私たちは普段言葉として声に出すのはね、この外に向けてとかね、周りの人に向けて何か自分の意思表示をするためだったりですとか、人と会話をする時などですよね。でも心の声となりますと、自分自身の心の中で繰り広げられる対話のようなものでございます。例えばある決断を迫られた時に、心の声がやりたくないなと言っていたりですとか、ある人と出会った時に心の声がこの人は信頼できると感じるなんてことがあると思います。そうやって心の声というのは常に自分の中で作り出された思考の声のことでございます。そしてそんな心の声を別名エゴの声とも言います。エゴというのはエゴイズムを略していった言葉で、自我とか自尊心とか利己主義とかね、もっと言えばうぬぼれという意味でも訳される言葉でございます。エゴは時に他人の迷惑を顧みずに自分のわがままを押し通すような考え方や行動をすることがございます。そんなエゴの恋というのは、これまで育ってきた環境や培ってきた経験とかね、そういったものがその人の価値観から生まれる声でございます。自分の価値観から出てきた声ですので、そのエゴの声が決して正しいわけではございません。私たちの考えとかその行動のほとんどっていうのは、そのエゴの声に従って行動していることはほとんどなんだそうでございます。もっと言えば、自分が傷ついたマインドから生み出された声がエゴの声だと言うんですよね。傷ついた記憶から出てくる声がエゴの声だとすれば、そんな囁きに従って行動していたとすればね、ネガティブな道を歩むことになって幸せを感じにくくなってしまうと思います。なぜ傷ついた過去の記憶から紡ぎ出されるエゴの声なのかと申しますと、ある種自分自身を守るためでもあるんだと思います。
過去の痛い経験を踏まえてね、次はそういう傷を負わないように自分を守るために生まれるエゴの声と言えるでしょう。じゃあどうすればそのエゴの声に萎縮せずにね、自分らしい人生の使命を全うしながら堂々と生きていけるのかと申しますと、魂の声に従うことで解決できます。ではこの魂の声とは一体何かと申しますと、自分の価値観やこれまでの経験から学んだ考えや行動ではなくて、私たちの本体でもある魂自身が望んでいるもの、人生で自分がやるべき使命への道へと向かってくれる天から与えられたようなね、そんなメッセージのような声が魂の声と言えるでしょう。魂の声に耳を傾けていけば、自分の本当の気持ちや欲求に気づくことができるし、自己理解が深まって自分自身の成長につながることができたりするもんなんでございます。時には自分の意に反しているように感じるような声をね、耳にすることがあるかと思いますけれども、素直にその魂の声を信じて行動していけば、自分に与えられた使命を着実に歩んでいって、その過程で自分の使命にも気づけて、人生の幸せも味わえるようになると考えられております。自分の内から生まれる声という意味では、心の声、エゴの声、そして魂の声も全部同じようなものに感じるんですけれども、そこには大きな違いがあるということをね、まずは認識しておいていただきたいと思います。さあ、そんな魂の声に焦点を当てながら深掘りしてまいりたいと思います。自分の人生に大きなヒントを与えてくれる魂の声なんですけれども、そんな魂の声に気づいているにもかかわらず、そのサインを無視し続けたらどうなるのか。天からいろいろな警告が送られてくることになります。それはどんな警告サインなんでしょうかね。ということで、ここからは魂が発する天からの警告サインについてご紹介させていただきたいと思います。では行ってみましょう。魂の声を無視している時に届けられる警告サイン9選、1つ目は、同じ問題が繰り返し起きる。人生は繰り返しの連続なんて言われることがありますけれども、長く人生を生きておればね、人生は同じことの繰り返しのように感じることもあると思います。ただし、年間行事のようなものが毎年繰り返してやってくるわけではなくて、本当にね、同じような問題が降りかかる時というのはね、その出来事の裏には何かね、自分に向けられたサインが隠されていることが多いもんでございます。同じような状況が次々と現れることで、私たちは自分自身を見つめ直し、そこで様々な学びや成長の機会を得ることができるもんでございます。同じ出来事が繰り返し起きることに焦るんじゃなくてね、冷静にその意味に目を向けられるようになれればね、同じ問題が繰り返されなくなるんではないかと思いますよ。それが人生の転換点となって、新たな可能性を開拓するための大きな道しるべとなることも少なくないんです。そこでよくある話がね、何か問題が起きた時にはその都度自分なりに対処しているにもかかわらず、まだ同じような問題がループしているかのように何度も何度も起きてしまって、そのことに悩んでいるんですということでございます。だとしたら、自分を見つめ直すレベルがまだ足りていないという証明なんだと思います。例えば、いつも赤字だからといって稼ぎを増やそうとしたりとかね、節約してみるものの金欠状態から脱出できなかったりとかね、仕事で同じような問題が繰り返し起きてしまって、その度に同じようなことで怒られてしまったりですとか、一向に事態がね、これ好転する様子が見られないことがあるでしょう。じゃあどうしてね、できるだけ対処はしているはずなのに、こうしたことが繰り返されてしまうのかと申しますと、実は基本的な解決に至っていないからなんですよね。例えば、寝不足がたたって片頭痛を起こしていたとすれば、しっかり睡眠をとる時間を設けなきゃならないはずですよね。ところが、バファリンなどの鎮痛剤を飲んで痛みが引いたからといってね、また寝不足の日々に舞い戻ってしまえばね、それを続けてしまっていけば、もっとひどい頭痛に見舞われてしまうようになることでしょう。頭痛の根本原因を解消するためには、しっかりと睡眠をとることが先決ですよね。そして頭痛改善のためには、それは当然の行動と言えます。薬を飲んでね、一時の鎮痛剤で痛みが治まっていたから安心してはいけませんよね。そうやった対症療法ばかりをしておりますとね、いつまでたっても頭痛は引かずに、それどころか他の病気を患ってしまう可能性が出てまいります。その場しのぎの対症療法では、やはり同じ問題が繰り返し起こると思います。同じ問題が繰り返される時というのは、人生の間違った道に進んでいる時に起きるサインでございます。その道が間違っているから、気がついて道を正しなさいよということでございますよ。でも無駄なことは何もございません。その問題から何かを学び取ってね、何かを見直し、何かに気づいていけばね、それはね、今後の人生を生かすことの材料にもなります。ところが、その問題に隠された何かに気づかなければ、問題を根本から解決することにはなりませんよね。そうやって自分の間違いに気づかない限り、状況が変わることはないでしょう。
うまくいかない時はね、これ一旦立ち止まられて自分を見直す必要があるというね、警告サインとしてしっかり受け止めてまいりましょうね。魂の声を無視している時に届けられる警告サイン9選、2つ目は決断したことが失敗する。何か大きな決断をして行っていたことが完全に失敗に終わってしまえば、結構心折れるくらいね、きつい出来事になると思います。でも実はそのくらい大きなショックを持って警告サインがね、こう届けられていることがあるもんでございます。例えばあなたのご友人にね、とても身体能力が高い友達がおられたとしてね、その人が中小企業の事務仕事に従事していたとしましょう。おまけにその友人、自分の身体能力の高さに気がつかずに、ただなんとなく今の会社にもね、会社員として続けていたとすれば、あなただったらどうされますかね。ちょっと例えがね、パッとしないんですけれども、仮にそうだとしたら、私だったらね、まあその人に、あなたにはね、素晴らしい運動能力が備わっているんだし、今の会社にやりがいを感じていないのであれば、あなたはその身体能力を活かせる仕事に乗り換えられて、ぜひねそっちの道で頑張っていくことを検討なさってみたらいかがでしょうかね。あなたならね、自分の才能をいかんなく開花させられて、気持ちも幸せに今より充実した日々を過ごせるようになると思うんだけどな、どうかな、なんつってね、強く進めるかもしれませんよね。もしこの人のように本来自分の才能を生かせる場所が他にあるにもかかわらず、今現在は異なる道を進んでいるとすれば、一生懸命頑張ってみようとしてもね、なぜかやりがいを感じなかったりですとか、働いていたその会社が急に倒産してしまったり、そして転職先にも恵まれなくて、結局その会社員という道を諦めざるを得なくなったりとか、またね、うまく就職ができないなんてことが起きたりすることもあるもんでございます。もし人生の道が間違っているとすればね、そうした人生の決断の数々がことごとく裏目に出て失敗に終わってしまうような時というのは、あなたのその道がね、間違っているという警告サインが届いている可能性がございます。でもこういうことってね、珍しいことじゃなくてね、意外とね、こう導かれるように不思議と起きたりするもんなんですよね。なので今は八方塞がりのような状況に追い詰められていたとしましてもね、でも実はその人が背負っている人生の使命へと導かれているサインだったりすることがございます。それで魂の声に耳を傾けられて、まあ自分ではね、半信半疑だったとしましてもね、自分のその身体能力を活かせるような世界に転職してみたところが、本当にやりがいを感じられて、その道へ成功を収められたような人っていうのもね、これ少なくないんですよね。だからね、人生って面白いんです。しかも今自分が歩んでいる道は仮に違うとすればね、より良い道へと軌道を修正してくださるように、しっかりとこの天が導いてくださることがございます。もしあなたが幸せになれる道を誤っていたとしたらね、物事がうまく進まなかったりですとか、なぜか失敗がついてしまうなんていうことがあるときはね、その警告サインとして天から届けられていることがございます。なのでそういうときはね、一度違う視点から問題を俯瞰して眺めてみる必要があると言えます。まあ、ちょっとひねくれたことを言いますとね、じゃあ最初からね、道を誤らないように導いてくださったらいいのになぁなんてね、これ思うことがあるんですけれども、でも実際そうだとしたら、私たちの人生には何の意味もなくなってしまう可能性があるんですよね。私たちの生きる目的といいますかね、この人生の一番大きな課題は魂磨きにあると思っております。そういう意味では、人生は挑戦の連続だから、より意味深い人生になるんだと思います。挑戦と失敗を繰り返してこれなんぼでございます。成功しても得るものはこれもちろんはございますけれども、順調に成功体験を繰り返していくよりも、失敗して悔しい思いを経験したからこそね、より自分で考えるでしょうし、考えるからもっと気づけるし、そしてね、次に進む道はね、もっと慎重に選ぶだろうと思いますし、そして決意したその道に進んでいくといったね、もう一連の過程を踏むからこそ、より人間的に成長していけると言えるでしょう。何も悩まずにね、最初から敷かれた例を進むだけの人生では、失敗も成功もございません。ただ単に味気のない人生終わってしまうことになってしまうでしょう。失敗も挫折も人生ではこれ大切な魂磨きのための試練でもございます。普段からアンテナを広げてね、いろんな情報をね、拾い上げる視野を持つことがこれ大切です。失敗から何かを学び、何を得られるのかということが人生で一番大事なことと言えます。その中で定期的に自分の人生について見直しながらね、前に進んでまいりましょうね。魂の声を無視している時に届けられる警告サイン9選、3つ目は体を壊してしまう。自分の人生間違った道に進んでいる時というのは、どこかしらでね、この無理をしているものでね、それを証拠に体調不良に陥りやすいものでございますので、体を壊すという警告サインとして目に見て分かりやすい形で現れることがございます。分かりやすいので、自分の選択の間違いにすぐ気がつけますし、その対策も比較的すぐ取ることができると思います。
まずはゆっくりとね、体を休めながら、頭も休めながらね、その考える時間を設けるようにいたしましょうね。ストレスが溜まりますとね、これ暴飲暴食で体重が増減してしまったりとか、夜更かしをして肌荒れを起こしてしまったり、お酒に溺れてしまえば肝臓も悪くなるし、胃にもダメージを負うことになりますよね。精神的にも肉体的にもいろんなところで無理をしているその代償が警告サインとして現れてまいります。そしてさらにストレスを溜めることによって一向に良くなる気配を感じることはございません。どんどん悪い状況に陥っていくことでしょう。まずは体を壊す前に負の連鎖から早く抜け出したいもんでございます。そのためにも改善すべき点に気がついて、自分が進むべき正しい道に使命を感じながら軌道修正してまいりましょうね。仮に体調不良というサインが現れているにもかかわらず、気にせずに無理を強いながらね、毎日のリズムを変えずにそのまま突き進んでしまいますと、今度は体調不良にとどまらず何らかのトラブルを引き起こしてしまいかねません。体調を崩して自分の思うようにことが進まないときは、一度立ち止まって冷静にね、今後進むべき方向を見定めて判断するようにいたしましょうね。魂の声を無視しているときに届けられる警告サイン9選4つ目は、悲しくないのに涙が出る。私たちは何かに喜びとか悲しみを感じて感情が揺さぶられたときに自然と涙が溢れてくるもんでございます。でも何か感情が揺れ動くようなことがあったわけでもないのに、泣くつもりもないのに、なんだかね、こう自然と涙が出ちゃうってことはね、心の中の感情と頭で考えている思考にズレが生じている証拠でもあると言えるでしょう。思考と心にズレが起きた時に自然と涙が溢れ出すなんてことが起きてしまいます。皆様もね、これご経験があるとは思うんですけれども、頭で考えている本当に自分がやりたいことと実際に今行動していることがね、これまるで正反対のことをしてしまっているってことございませんでしょうかね。もちろん物理的にこのやりたいことができなくて、仕方なく別にやりたくもないことをやってしまっているなんてこともあるとは思います。まあ一度や二度はね、たまにそういう時があっても仕方ないとは思うんですけれども、でもこれが数ヶ月数年にわたって本当にやりたいことに蓋を閉めてね、自分の魂の声とね、その真反対のことを続けているようですと、少しずつフラストレーションが溜まっていって、イライラモヤモヤしてまいります。でもある意味ね、もう諦めているとしたら、その溜まっているフラストレーションを自分から吐き出すことがありませんので、どんどん感覚がね、麻痺していってしまいます。魂の声に反対して、この魂の声に気づかないふりをしてね、自分の内面でストレスを溜め続けていくようですと、いつか自分でも想像を超えるくらいのね、ストレス大爆発を起こすことになります。そう、普段から怒ったことがない人に限って急にドカーンと来ることがあるもんでございます。それと同じでね、私たちの心というのはストレスや悲しみを溜め続けていくものでね、その悲しみが抑えられなくなって気持ちが溢れた時に、自分でも意図せずして自然に涙が出てしまうもんでございます。そしてその本人の感覚が麻痺しておりますのでね、心の悲しみに気づかずに、なんで私は泣いてしまっているのなんて思ってしまうことがございます。自覚はないけど心の中で悲しみを溜め込んでいる証拠ですからね。魂からの声で自分の悲しみに気づきなさいよと言って涙を流させる場合もございます。自分の気持ちにもっと意識を向けるようにっていうね、そういった警告サインでございます。もっと自分自身の心、その魂の声に意識を向けるようになさって、内なる魂の声を聞くようにいたしましょう。物事を見るときはただなんとなくぼーっと眺めているんじゃなくて、ちゃんと意識して、今自分は何を考えてこういうことをしているんだろうか、そうやってね、意識を向ける習慣づけをなさったらよろしいかと思います。あと余談なんですけれどもね、ご先祖様の供養をしておりますときにね、自然とボーダーの涙が溢れ出す人もいらっしゃいます。その本人に聞いてみますと、なぜだかわからないけど涙が止まらないんですというお答えになります。同じ涙でもご先祖様がお喜びになって涙を流して感謝の気持ちを伝えてこられることがあるということもね、ここで付け加えさせていただきたいと思います。魂の声を無視している時に届けられる警告サイン9選5つ目、ネガティブな感情が強くなる。何事もうまくいかずに心身ともに弱っている状態なら、ネガティブになっちゃうのもこれ当然でね、もやもやしたその気持ちを抱えたまま、すっきりしない状況も続きやすくなるもんでございます。ネガティブな感情に支配されているような時に一番影響が出やすいのは、周囲の人との人間関係でございます。自分の抱えているストレスを思わずぶつけてしまったりですとか、まあ、そのつもりがないのに漏れててしまってね、結果的にネガティブなエネルギーをぶつけてしまうなんてことがございます。それにネガティブな発言をしながらネガティブな雰囲気を醸し出していたとしたら、そんな人とは誰も一緒にいたいとは思わないですよね。
例えば友達が落ち込んでいたら慰めてあげたいとは思うんですけれども、ずっと暗くてね重苦しい雰囲気だったとすれば、確かにまあその人と一緒にいるのはきついですよね。私たちはネガティブな感情にとらわれてしまいますとね、疑心暗鬼になって人を信じることもできずに心を閉ざしてしまうことがございます。そうやって心が開かないような人にはね、もう誰も信用してくれなくなるもんでございます。信用し合えてない者同士が付き合い続けるのは、これはお互い負担でしかございません。おまけにネガティブエネルギーが全開で敵意むき出しにしている人とはね、これ当然付き合いたくはないですよね。そして人は離れていってしまって、新しい関係も築くことができずに、さらにネガティブに陥ってしまうといった悪循環が繰り返されてしまいます。そうやって負のスパイラルに陥ってしまって、なんだか全てがねこうネガティブになりがちな時というのは、自分の内なる魂の声にね耳を傾けることがこれ大切でございます。静かに耳を傾けられて自分の内面と向き合えばね、何らかの原因を突き止めることはできるものと思います。人のことを受け入れられないっていうのはね、人に対して疑心暗鬼になってしまっているからだと思います。もし人を疑いそうになった時というのは、お互い腹を割って自分の思いを伝え合う、そうやって相手とコミュニケーションを取り合えたならば、感情を前向きに切り替えることができていくと思いますよ。ネガティブに陥っていることに気がついたら、そういう時こそポジティブなものに視点を切り替えるべきだと言えます。魂の声を無視している時に届けられる警告サイン9選6つ目は、洋服が何度も破れる。大事にしている洋服であればあるほどね、自分の思い入れが強く染み込んだ服になってまいりますよね。そして長く着れば着るほど生地はだんだんと薄くなって、いつかは破れてしまいます。それが愛用しすぎてね、一般的な服の寿命よりも早く破れたりですとか、ほつれたりしてしまったという受け身にあったことって皆さんございませんでしょうかね。何事も諸行無常ですから仕方ないことなんですけれども、でも実際大切にしていた服が破れるとかショックですよね。このね、服が破れるというのはスピリチュアル的には実は次のステージに行くポジティブサインでもあるんですよね。なので服が破れたからといって何か不吉なことが起こるわけじゃございません。変にねネガティブモードに結びつけないように気をつけてくださいませね。じゃあここで言っている警告サインっていうのは一体何かということなんですけれども、それはそこまで愛用している服でもないのに、なんだか頻繁に洋服が破れることが続くような時っていうのはね、場合によっては身近にいる人とは別れた方がいいよというね、そういった残念な警告サインの可能性もございます。自分とすれば残念なんですけれども、でも魂の声というのは天からのメッセージであることがございますので、天から見ればその人と今後付き合うのは危険が伴うから別れた方がいいですよというメッセージとして受け止めるようにいたしましょう。今ご縁があって付き合っている人とはね、一人ずつしっかりと見極めて付き合うべきでございます。洋服が破れるのはある意味トラブルですから、そこに警告サインを読み取れるあなたでいることも大切ですよね。着ていた洋服が破れた際の状況によっては、良いサインなのか警告サインなのかをね、この自分の感覚で判断なさるようにしてみてくださいませね。おそらく自分自身のことなら、それはどういう意味なのか分かられるかと思います。先ほども少し触れましたけれども、良い意味でのサインだった場合は、自分のエネルギーが変化したり大きくなった時に、その力によって洋服が破れたりするとかね、あるいは古いものを捨てて新しいものを手にするサインといった意味合いがございます。つまり成長のサインというわけなんですよね。そして警告サインの場合は、やはり間違った道に進んでいるサインなのかもしれません。人間関係だけではなくて、一度全ての物事に対して見直された方がよろしいかと思いますよ。家族や恋愛対象、人間関係をトータルして見直すってことですよね。そういうことってのはあまりないことだと思いますので、洋服が何度も破れるようなことが続いた時というのは、ある意味いいきっかけだと思ってね、ぜひそういった身の回りのことをね、見直すきっかけになさって試してみてくださればよろしいかと思います。魂の声を無視している時に届けられる警告サイン9選7つ目は、歯が欠けたり傷んだりする。歯のトラブルといえば虫歯とか歯周病などが頭に浮かぶと思うんですけれども、警告サインとしての歯のトラブルというのは、ただの虫歯という話ではございません。歯に関するトラブルというのは不幸を示すサインだと昔から信じられてまいりました。歯には金運、恋愛運、家族運とね、もう全てに直結していると言われております。つまり人生全般に関わる問題といっても過言じゃございません。それだけ歯はね重要だってことなんですよね。アクシデントや人との別れを示すサインとも言われておりますので、歯のトラブルが発生した時というのはすぐに対応すべきですし、今は間違った人生の道を進んでいるというね、なかなか強めのサインでもあることがございます。まあ普通にね、歯にトラブルがございますと、この食事も美味しくいただけないですし、歯の痛みがストレスとなってネガティブなエネルギーを溜め込みやすくなりますよね。
歯は他にもね、ご先祖様との関わりが強いとされておりましてね、ご先祖様からのメッセージが歯のトラブルとして現れると考えられております。歯のトラブルと一口に言ってもいろんなトラブルがございます。特に身内に災難がある場合というのは歯が割れたり欠けたりすると言われております。そしてその原因となるのが間違った道に進んでいる場合も多いので、歯のトラブルがあった時はね、周囲の人をしっかり見直すべきでございます。歯にトラブルは起きてほしくはないんですけれども、そういったサインの可能性もあるということもね、ぜひ頭に置いといていただきたいと思います。あとスピリチュアル的にはね、もっとこの歯に関して深読みしておりましてね、例えば左の歯が欠けた場合は自分自身に何か災難が降りかかる可能性が高いと言われていたりですとか、これが奥歯のトラブルだった場合は身内に何かがある前兆、前触れサインと言われていたりとか、さらに前歯のトラブルだった場合は社会的な問題とか人間関係に何か問題が起きるといったようにね、この歯の位置によってそれぞれの判断材料になることが示唆されていたりもいたします。歯の痛む場所によってトラブルの違いを知らせてくれているということでございます。それとこの歯のトラブルに関しましてもね、先ほどの洋服が破れるサインと同じく悪い警告サインだけではなくて、逆に良い意味での前兆サインという場合もあるようでございます。前兆サインの場合は新しいことに挑戦すべきタイミングが来ているですとか、運気が上昇していることを示す場合があるようでございます。それでこの前兆サインと警告サインの見分け方とすれば、その時感じた自分の直感や第六感とされております。まあちょっとね、この辺はアバウトでね、間違って見誤る可能性もなきにしもあらずなんですけれども、要は歯が欠けたり抜けたりしたような時というのは悪い気持ちがしなければ前兆サインの可能性があるということでございます。自分の感覚でそのサインを感じ取らなければいけませんので、いつ何時でもね、魂の声を受け取られるように普段から意識して感覚を磨いておくことも大切なことですよね。魂の声を無視している時に届けられる警告サイン9選8つ目は道に迷う頻度が増える。この道に迷うというのはこれ現実問題で、ここからある目的地まで行くのにもうね、道順を間違いまくって結果的に道に迷ってその目的地まで到着できなかったですとかね、まあこういうことが頻繁に起こってしまうような時というのは、これは人生の道に迷い込んでいるというね、警告サインの可能性ありでございます。特にこれまで長年にわたって通い慣れたような道で道に迷ってしまうなんてことが起きれば、まあ、これはとってもね、不自然ですよね。それが実は自分の進むべき人生の方向性が間違っていることを知らせている警告サインとして受け止められたらよろしいかと思います。つまり間違った道に進んでしまっているような時というのは、リアルな生活の中で道に迷ってしまっていることが多くなっているということでございます。現実の状況が人生にもリンクしているということでございます。もっと具体的に言えばね、通勤電車や通学バスなどの乗り物に乗り違えてみたいですとか、予定通り乗車したのにもかかわらず電車やバスなどが何かのトラブルを起こして遅延したりするものも、これは同じような問題でございます。特に何か重要な決断が絡んでいる場合というのは、間違った道に進んでいる警告サインの可能性大でございます。あるいは詐欺に遭遇してしまっているという可能性も考えられますよ。こうした強制ストップがかかった時というのは、警告サインが示されているということでございます。そして実は人生のターニングポイントでもある場合もございます。間違った道をそのまま進んで不幸な人生を引き寄せてしまうのか、あるいは間違いを正して幸せな道へと軌道修正して進み直すのか、重要な岐路に立たされている状況なのかもしれません。その辺のね、見極めもこれ必要ですよ。もし誰かとの約束で道に迷ってしまった場合、その人との縁が良くないことを示唆している可能性もございます。ちょっとした些細のサインも逃さないように気をつけておきたいもんですよね。二度とない自分の人生ですよ。自分軸をしっかり確立なさって、人生の道をしっかり見据えておかないといけませんからね。魂の声を無視している時に届けられる警告サイン9選9つ目は、心の中での葛藤。例えばダイエットなさってる人がね、毎日の食事を節制しながら、その食事の量、食べるもの、食べる時間帯などなどね、体重計に乗ってはカロリー計算しながら頑張っている中で、魂の声は、この時間帯に食事をしちゃいけないから、ちゃんと我慢して、今お腹空いているだろうし、本当に美味しそうなんだけれど、あなたはダイエット中なんだからね、ここはしっかり頑張ってね、乗り越えるところだよというふうにね、声をかけてくれます。その一方でエゴの声というのは、いやこれくらい大丈夫でしょ、食べたいならね、今日くらい食べてもいいんじゃないのつってね、悪魔のささやきが聞こえる。皆さんはね、この天使の声と悪魔の声が聞こえた時、どちらの声に従われるでしょうかね。心の中での葛藤というのはこういうことでございます。富山にも美味しいお米が育ちます。そんなお米を収穫しようと思えば、まずは田んぼに稲を植えるところから始まります。そうすると必ず雑草の稗も一緒に育ってまいります。
一通り田植えを終えた頃のヒエというのはまだ小さいんですけれども、8月頃にそのヒエの除草を怠ってね、そのまま放置しておりますと、秋にはヒエも大きく成長してしまって米の収量が減ってしまうんですね。単に稲を植えればヒエも一緒に育つように、私たちの心の中で夢、希望、理想、あるいは目標などを抱きますと、反面ネガティブな思いも一緒に抱くことになります。つまり何かプラスのことを望みますと、必ずマイナスのことも同時に育つというわけでございます。前向きな思いをそぐようなマイナスのことというのは、ここではエゴの恋ということになります。また例えば事故に遭遇したり病気を患うなどね、ネガティブでついていない出来事に遭遇することはございます。このネガティブな出来事の反面には、何かに気づかされるものがあったりですとか、何か意味のある理由が同時に存在していることがあるもんでございます。事故や病気などは、実は大切なことに気づかされる警告サインだったということも少なくないんですよね。つまりいいことはいいだけではなくて、反面マイナスの何かも一緒についているし、逆もまたしかりということでございます。おまけにそうしたサインも、最初は小さなサインが届けられて、それでも気づかなければ徐々に大きなサインとなって降り注がれるというイメージでございます。身近なことで言えばね、これ毎日欠かさず行っていたお部屋の掃除、今日くらい1回くらい手を抜いたって何も変わらないだろうっつってね、エゴの声に耳を傾けて従っていたら、たった1回手を抜いただけでね、一気にカビが繁殖しだすよなんてことに見舞われたりすることがあるもんでございます。何か物事を行うときに心の中で葛藤を抱く場合は、エゴの声も聞こえてくるでしょうけれども、もっと深い魂の声に耳を傾けられて、その魂の声に従って行動できたらいいですよね。稲を植えても稗を取らなければお米が収穫できないのと同じように、目的をぶらすことなく良心に従って行動できれば、あなたが思い描いた青写真を形にすることができるはずでございます。ということでまとめ、魂の声を無視している時に届けられる警告サイン9選、1つ目、同じ問題が繰り返し起きる、2つ目、決断したことが失敗する、3つ目、体を壊してしまう、4つ目、悲しくないのに涙が出る、5つ目、ネガティブな感情が強くなる、6つ目、洋服が何度も破れる、7つ目、歯が欠けたり傷んだりする、8つ目、道に迷う頻度が増える、9つ目、心の中での葛藤、以上9つ、魂の恋を無視し続けておりますと届けられる警告サインについてね、9つご紹介させていただきました。私たちは普段意識しなければね、このエゴの恋に従って行動していることが多いもんでございます。もちろんね、このエゴの声に従って生きるという人生もね、人生の彩りを添えるという意味ではね、これ多少必要ではあるんですけれども、でも本当にね、生まれてきた使命といいますかね、自分に与えられた天命を全うするためには、自分のためになる声、本当の声を聞かせてくれるのはね、魂の声の方でございます。エゴの声には、〇〇しなきゃとかね、こうあるべきといったね、自分の中の固定観念が大きく影響しているもんでございます。一方の魂の声は、本当に自分が求めているものに向かわせてくれる大切な助言のようなね、そんな感覚で届けてくれるものという違いがございます。エゴの声も大切、でも人生の使命を全うするという意味では、より魂の声に耳を傾けていただければと思います。それでは最後に、もしエゴの声にばかり耳を傾けてしまえばどうなるのか、いずれは心が壊れてしまう危険性をはらんでいるということについてね、最後に確認をして今回の話を締めたいと思います。では行ってみましょう。魂の声を無視し続け心が壊れたサイン5選、1つ目は、メイクや髪型やファッションを全く気にしなくなる。外出するときは誰かに会う約束があるのにもかかわらず、他人の目を意識することなく外見を全く気にしなくなったりですとか、そもそもおしゃれ自体楽しめなくなってしまったなんてことになってしまったらね、あなたの心が壊れてしまっている可能性が高いです。どこか素敵な場所へ外出予定なのに、男性ならヒゲは剃らずに髪型も寝起き状態でボサボサのまま、女性ならノーメイクで無駄毛処理もしていない状態、おまけにヨレヨレの服を着ているといったような身なりでね、体臭などの異臭をプンプン漂わせては見るからに不潔さが目立つといった、そういった状態が見受けられるような人っていうのは、心が壊れてしまっているレベルはすでにね、レッドカード、要注意人物認定でございます。
心が壊れている人は感情が鈍化したりですとか、ネガティブ思考になったりとかね、無気力感が現れたりすることがありますので、おしゃれ度が感じられない人っていうのは一周回って達観している人なのか、心が完全に壊れてしまっている人と言えるでしょうね。確かに疲れている時というのはおしゃれをすることが億劫に感じることもございますよね。女性だったらいちいちメイクをしたりとかね、髪型をおしゃれにしたいなぁとも思わないことでしょう。もしおしゃれな洋服に身を包んでメイクも髪型をバッチリ決めていきたいなぁってね、ワクワク嬉しく思える時っていうのは心や考え方も安定しておられて、人生が充実している状態と言えますよ。身なりをおしゃれにしたいと思えるのは、今現在の自分自身を認められて大切にしたいと思えるからこそでもあると思いますし、それだけ自分の波動エネルギーも高まっておると思いますので、実際おしゃれをして外出したり人と会うなどした場合にね、そこでさらにいろんな幸福幸運に恵まれる可能性がございます。そうやって自分を愛して自分のことを大切にできれば、自然と周りの人にも愛情を注ぐことができるようになるはずでございます。また身につけている洋服の状態というのは、今その時のその人の心の在り方を映す鏡だとも言われております。つまりくたびれ果てたようなヨレヨレの服とか破れた服を着ていて何とも感じないようであれば、あなたの心もヨレヨレくたびれ果てていてボロボロに壊れてしまっている可能性が高いということでございます。ファッションは心の投影です。こうなりたい、こうでありたいという生き生きとしたポジティブエネルギーがファッションにも投影されて、幸運気を引き寄せるきっかけのアイテムになることも少なくありませんからね。単純に破れた服は運気を下げますし、古着や誰かのお下がりばかり着ておりますと悪い波動を吸収してしまって、体調を崩してみたりネガティブ思考になりやすくなりますので、ちょっと身なりに意識的になってね、着用するものから良きエネルギーの循環ができるように、ちょっとしたおしゃれもね、頑張ってみてくださいませね。魂の声を無視し続け心が壊れたサイン5選、2つ目は表情の変化がなくなる。私たちは心の状態を表情に反映させてしまうもんでございます。喜び、悲しみ、怒りや安らぎなどなどね、そう、喜怒哀楽といった感情はこの顔の表情に現れやすいもんでございます。なので言葉にしなくてもその人の表情を見たら今どんな気持ちなのか大体わかるもんですよね。そうやって私たちの表情というのは自分の内面のエネルギーと密接につながっております。そんな表情の変化が乏しい人、常に一定のトーンで話をする人も同じなんですけれども、いつも同じ表情をしている人、その表情に感情が乗っていない人というのは負のエネルギーに心が支配されていて、すでに心が壊れてしまっている可能性が考えられます。仮に心や体からポジティブなエネルギーがなくなってしまいますと、目の輝きが失われてしまうと、その人からは生気を感じられなくなってしまうことでしょう。顔は私たちの内面を表す鏡です。もしあなたの近くにいるその家族とかね、友人の中に普通に楽しめる場所で楽しいものを見たり触れたりしているはずなのに、笑顔が少なかったり全くニコリともしないなんて時は、心は壊れてしまっている要注意人物と言えます。心が安定していて落ち着いている時、心が平和を感じている時ほど表情も豊かになるもんですからね。笑う角には福来たるですからね。大いに笑って邪気を払いのけて、ネガティブからポジティブエネルギーを引き寄せられるようにね、転換なさってね、魂の声に耳を澄ませて壊れたその心を回復させることに努めてまいりましょうね。魂の声を無視し続け心が壊れた際に5選3つ目、常に作り笑いするようになる。表情の変化がなくなるという話の関連なんですけれども、ここでは笑顔は笑顔でも、その笑顔は人工的に作られた作り笑顔の人も心が壊れているサインということについてお伝えさせていただこうと思います。自分の感情が揺れ動いて自然に笑顔になっているわけではなくて、作り笑いの人にもこれ要注意でございます。相手の空気を読んでね、あえて作り笑いをすることで、お互いの関係性を柔らかくしてほっと安心できるような空気を作るためにね、気を使って作り笑いをなさる優しい人もいらっしゃいます。ただここで言おうとしているのはね、そういった優しい方の作り笑いではなくて、その場の空気とか関係なしに常に作り笑いをしている人というのは要注意ということでございます。例えば自分自身の辛い過去の経験についてね、ああもう過ぎたことだし別に大したことないよなんてね、傷ついた様子をね、つゆとも見せない人というのは、その辛い過去の出来事を自分なりに乗り越え受け止められている人だとは思うんですけれども、それはそれで立派な姿勢だとは思いますよ、もちろん。ただし心理学的には抑圧といってね、感情を無理に抑え込んでしまっているか、辛いということ自体感じられないほど心が鈍化になって機能停
停止している状態なのかもしれないと言われております。もし仮に心が壊れている状態だとすれば、心が壊れておりますので、辛いという気持ちすら表に出なくなってしまっているのかもしれません。あなたは大丈夫でしょうかね。もしくはあなたの周りにおられる人にそういう人はいらっしゃいませんでしょうかね。作り笑いばかりの人にはちょっと意識を向けてあげてほしいと思います。じゃあこの作り笑いと本当の笑顔、これね、見分ける方法っていうのは何かあるんですかってことなんですけれども、作り笑いにはいくつかの特徴がございます。まず目は笑っていないということが挙げられます。目は口ほどにものを言うもの。作り笑いは口元で一生懸命笑ってるだけで、目は全然笑っていません。あと目と口の動きが同時という笑顔もね、これ作り笑いの可能性が高いです。私たちがね、本当におかしくて嬉しくなって笑う時というのは、目から先に笑うもんなんですよね。なのでもし目と口がこれ同時に笑うような表情をされたら、それは作り笑いの可能性が高いということになります。表情にはね、そんなメカニズムなんてものがございます。他に笑顔といえば口角ですよね。それも左右非対称だった時は作り笑い確定です。意識して作った笑顔の場合、片方の口角のみが上がっていたりとかね、まあ、どことなく片方の表情だけは笑っていないように見えるなんて感じる場合は、作り笑いの可能性が考えられます。心が壊れてしまった人はね、これ何も考えずに無意識に作り笑いをしてしまっていることがございます。それだけ頭が回っていない証拠でもありますからね。笑顔は心のエネルギーですから、笑顔は魂が喜びを感じている何よりの証拠でございます。もし心が壊れてしまって内なる喜びを感じられなくなってしまいますとね、その人の笑顔はどこか義務感のようなね、 AI のような不自然な笑い方しかできなくなってしまうもんでございます。笑顔は心の大事なバロメーターってことをね、ぜひね、意識して覚えておいてくださいませね。魂の声を無視し続け心が壊れた際に5選、4つ目は大衆などの不潔さが目立つ。私たちはみんな誰しもが大衆を放っているもんでございます。ところがなかなか自分では気づくことが難しい、そんな自分の大衆問題でございます。大衆の原因はね、大きく5つあると言われております。1つ食生活やホルモンの乱れ、2つ生活習慣、3つ緊張やストレスによるストレス臭、4つ頭皮から漂う酸化した皮脂の匂い、5つ脇などの匂いが原因となるアポクリン腺というふうに代別されております。なんですが、ここでは心が壊れたサインとしての体臭や不潔さについてということで、食生活や生活習慣の乱れなどを含んだとりわけストレス臭が当てはまるんじゃないかと思います。まあ、理由はどうあれね、体臭の強さは人それぞれ異なるといえど、その体臭がより悪臭だった場合、心の状態がそれだけ悪い状態にあると考えられます。悪臭の原因は服を清潔に保てていなかったりですとか、お風呂に入っていないとかね、乱れた食生活もそうでございます。いろんな理由が考えられるんですけれども、そうした一連の行動がちゃんとできていないこと自体、尋常ではないというように思います。そもそも心が壊れてしまっている人というのは、自分自身が汚れていることにも気がつくことができずに、仮に気づいたとしてもお風呂に入ること自体面倒くさく感じたりとか、歯を磨くのも面倒くさい、衣類や寝具はね、これ何週間も洗わずそのまま、しかもずっと同じ服を着回していたりですとか、お布団は万年布団でずっと寝室に引きっぱなしなことが多いので、悪臭が悪臭を呼んで大変なことになっている人もおられます。体臭と負のエネルギーは大きく関連し合っていて、関わり合う人には不快な印象を与えたりですとか、気分を悪くさせてしまうことが普通に起きたりすることでしょう。悪い気を引き寄せては体調不良や病気の暗示にもつながってまいります。つまり心だけではなくて、結果的に全てのバランスが壊れてしまいます。そんな体臭や不潔さというのは、本人が気がつくよりも周りの人が気がつきやすいもんでもありますので、ご自分のためにもその人に注意してあげられたらよろしいんではないかなというふうに思います。魂の声を無視し続け心が壊れたサイン5選、5つ目、家の中が異常に汚い。部屋の乱れも心の乱れです。部屋が乱雑でゴミが溢れかえり、ゴキブリやハエがたかっているようなね、そういった部屋で平気に生活している人がいれば、その人の心が壊れてしまっている証拠でもございます。異常に汚い家の中で生活していて、それが平気な人というのは、心が壊れてしまっている人の特徴の一つと言えます。例えば水回りにぬめりやカビがある、床が見えないくらい物やゴミが散乱している、部屋全体に悪臭が漂い、ゴミ屋敷のようになっている状態が、心に負のエネルギーを抱え込んで心が壊れてしまった人のお家の特徴でもございます。
一般的に汚い部屋に長く居座り続けますとね、気分が悪くなったり、気持ちも落ち着かず集中力が切れたり、自然とイラついてきたりとね、気持ち的にもネガティブになってしまいがちなんですけれども、心が壊れた人にとってはもはやゴミなどに意識が向かずに、汚い部屋でぼーっとしながらその雰囲気に同化してしまっていることが少なくございません。そういう人にね、真剣にこの部屋が汚いから空気の入れ替えなどをして部屋掃除をしながら整理整頓を徹底したらもっと気持ちがいいのになーなんつってね、こう一生懸命助言したとしても、部屋を片付けてきれいにしようという意欲は湧きませんので、部屋はどんどんひどい状態になっていくことでしょう。そして汚い部屋には未浄化霊や悪霊のような低級霊がつきやすい場所にもなります。負のエネルギーを持つ悪霊というのは、自分と同じ周波数とか同じような匂いが漂う部屋、それを発している人を好んでは喜んで取り付いてね、どんどん不幸の道へ引きずり込もうとしてくることでしょう。まさに負の連鎖ですよね。こうなってしまうと、強制的にこちらが率先してね、片付けをしながら整理整頓していくくらいの覚悟で向き合いませんと、一筋縄ではいかない相手になってしまいます。逆に言えばですね、部屋を掃除して整理整頓しておれば、心も体も元気になっていくってことですよね。部屋は心の状態を映す鏡ですから、部屋の片付けをすることで自分の感情整理にもつながりますし、部屋をきれいに保てれば陰気なエネルギーを払拭してきれいな波動エネルギーを循環させる効果も高まってまいります。なので、もしね、友達や家族のお家に行った時にね、なんだか異様な悪臭がしたり、もう見るからにね、こう乱雑で汚い部屋の状態をこう目の当たりした場合、その住人の心の状態を伺うとともに、一緒に部屋を整えるところから始めていただければと思います。それでも本人の腰が重くてね、どうにかしたいなと思われる時は、神社仏閣へご相談なさって、お祓い受けに連れて行かれたらよろしいかと思います。まあこれはね、最終手段ですけれどもね。はい、ということでまとめ。魂の声を無視し続け心が壊れたサイン5選。1つ目はメイクや髪型やファッションを全く気にしなくなる。2つ目表情の変化がなくなる。3つ目常に作り笑いするようになる。4つ目大衆などの不潔さが目立つ。5つ目家の中異常に汚い。以上5つ、心が壊れた人が見せるいくつかのサインについてご紹介させていただきました。ということで、私たちの内面から届けられる魂の声というのは、自分の頭ではいくら考えてもね、わからないような、人知で及ばないようなね、腑に落ちないような方向を指し示してくれることもございます。ただその時はね、腑に落ちないし腹落ちしないし理解できないから、めんどくさいしという理由で自分の感覚、エゴの声に傾いていってしまいがちなんですけれども、そこはちょっとね、意識してストップですよ。エゴの声に傾かないようにだけ注意していただいて、魂の声に耳を傾けてくださいね。魂の声は今は理解できないかもしれないけれど、後々意味がわかる日がやってくることの方が多いもんでございます。その道は自分のこの人生において全うしなければいけない使命の道につながっているもんでございます。どうか皆様ね、目に見えるものの価値観に右往左往することなくね、静かに自分の内面の声に耳を傾けられる時間を設けられて、あなたらしい素敵な日々をお過ごしくださいますことをね、私は心からね、お祈り申し上げておりますよ。はい、ということで今回の話は参考になったいと思われて、そこのあなた、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。さあ今回もね、使用法についてのスペシャルご案内をさせていただきたいと思います。おかげさまで多くの皆様にご愛用いただいている、私が監修をいたしましたインドマイソールさん白檀のお線香使用法なんですけれども、単品買いができればいいのになとかね、プレゼント用のお品はありませんかとのお声を多数頂戴いたしておりました。そこでついにお盆の帰省時の手土産とか、お中元にお使いいただける特別セットとしてね、いくつか今回ねご用意させていただくことが決定いたしました。3箱木箱入りの豪華セットでご提供させていただいております。また6箱セット9箱セットもね、それぞれございますからね、チェックなさってみてくださいね。今までご使用できなかった方も自分へのご褒美にお使いいただくのもよろしいかと思いますし、贈答品としてご縁ある方にお届けいただくのでもよろしいかと思います。私がね、本気で監修をした推しの商品でもあります。ご先祖様お戻りになられる今年のお盆には、浄化された心地の良い環境の中でお迎えしていただければ幸いでございます。今年のお墓前にご先祖様に良い香りを召し上がっていただいたり、気持ちを整えるのに、また大切な方へぜひプレゼントとしてもね、ぜひ一度ご検討くださいませね。ご注文などの詳しい内容は概要欄をチェックなさってみてくださいませね。さらにただいま守護香キャンペーンも開催中でございます。このキャンペーンは今月7月末までとなります。間もなく終了でございます。皆様の
ご応募心よりお待ち申し上げておりますよ。こちらもね、詳しい情報は概要欄に載せておりますので、ぜひね、チェックなさってみてくださいませね。ではでは、本日もですね、こちら、テノリンの響きを持って失礼させていただきたいと思います。今日はね、ちょっとね、ややこしいお話だったかもしれませんよね。結構ね、長尺の動画だったと思います。最後までね、ご視聴くださったあなたに向けて、私からね、心を込めてね、あなたに幸多かれというふうにね、祈りまして、そしてね、ネガティブなエネルギー、ネガティブな思い、そういったものはね、パッとね、この音色を通してね、払拭していきますように、テノリンのね、音色に思いを込めてね、今からお届けさせていただきたいと思います。では、参ります。あえてね、ちょっと長めにというか、テノリの響きを楽しみになさっていらっしゃる方もおられるようですので、ちょっとね、長めに響かさせていただきました。で、そしてね、長めに気持ちを込めてね、届けさせていただきました。はい、ということでですね、また他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。